我ら論じてく草生やした笑顔で迷える子羊導こうロールロジック。ヤティと出会った時子供の頃大切に使ってた型を思い出したんだ。火力特化してくれないか、タスキと S の異教徒、今でもスカーフに夢中なの。少しだけ S 振りたくなるような時もあるけど、必然力と仁義を持って戦うよ。我ら論じてくこの星の技の火力、きっと誰もが役割を持たせたい。全力サイクル先生す、ほらまた受けきれない。運命力などありえない、ロールロジック。対戦相手の方が見つかりましたぞ。お相手のパーティーがなかなか個性的なパーティーですな。お相手のパーティーが鬼しずくも、ボインリー、ボルタンク、ボカチュー、バンバドロー、あ、大豆ヤケモンですな。ヤケモン候補だったか、ヤケモンだったか忘れましたが、ヤケモンっぽいやつですな。ジジイロンですぞ。どうしますかな。今回の我のヤーティなんですが、初代御三家を全部突っ込んできましたな。初代御三家はどれもヤケモン候補があって、ヤケモン候補、ヤケモン、適性があって、なかなかいい感じですな。どうしますかな。若干ボインディが重たいといえば重たいか。ヤシギバナの刺さりがヤバコイルですな。ヤシギから入ってミュータンクが多少重たいのかな、まあ、重たくはないような気がしますが、ジジイロンが少し重たいからヤルガルドとかはありといえばありですかな。何でもいい気がしますな。あと一応バンバドロの自信つかせるようにヤヤラドスってのもありか。ちょっといやでもウィンで重たいってもサザンとか出すわけには、サザンもでもありですな。ヤザントラでいいですかな。ヤシギヤザンガルドでいきますぞ。では対戦よろしくお願いしますな。導く以外ありえない。そういえばあれですな、我の役割料理動画は結構久しぶりの投稿になりますかな。で初手はバンバドロ、これは有利対面ですぞ。ヤシギバナ以外ありえない。相手裏に引けるんですかな。ミルタンクって装飾とかあったか、もしかして。おヘドロ爆弾でいいですかな。一応ウィンディに引いてくる可能性がないとも言えないので、ヘドロン爆弾でも打ちますかな。引いてきた。はい、なんかこいつ装飾だったような気がするんですな。うわ気持ち悪い病気にかかってますぞこの牛、狂牛病ですかな。でメガヤシギバナですな。ここはヘドロン爆弾以外ありえない。ミルタンク結構 S が速いんですな、こいつ。100族だった気がしますぞ。まあ、どうでもいいんですが、ここはヤルガルドに引いていきますかな。地震とかも覚えたような気がしますが、まあ、悪くはないはず。で、ヤルガルド、ミルクロミ、はぁ、回復技ですな。こんなエフェクトだったんですな。これ確か満タンになりますな。ここはどうしますかな。一旦聖剣でもいいか。突っ張ってくるような気はしますが、引いてくれるとしたらバンバドロが守る。はあ、あ待って、これ厄介ですな。ボモールドライたいところなんですが、ヤルガルドあのブレードホルムになってしまうので結構めんどくさいですぞ。であれば、まあ、飛んでくるとしたら多分自信覚えるか分かりませんが、見た目的には覚えそうですな。これヤザンドラ投げますかな。
聞いてきた伊達ないのか。でも、まあ、バンバトロンに対してはヤザンドラ、まあ、結構強めだと思うので、でヤザンドラですな。何を打つかですが、とりあえず悪技が一貫しているのでドラゴンでもいいか、流星群でもいいですかな、ここ。うん、流星群以外ありえないてか PP 全く増やしてないから PP5 ばっかですな。ヤザンは HP199 なのが結構いい感じですな。弾と相性が良くてなかなかではないですかな。相手はどうだろう、引いてくるか。でもサザンドラ相手に引けそうなポケモンも相手のパーティーないですな。結構マイナーチックなポケモンが多いので、まあでもマイナーとは言ってもバンバドロもミルタンクもウィンディもオニシズクモも、まあ、ポケモンの中ではそこそこやれる方ですからな。一応ミルタンク、これ受かるんですかな流星群。見た目的にはなんか耐久ありそうな感じだけど、流星群以外ありえない。あー切り替わりました。これメガネでも多分落ちてませんな。今回弾なんですが、しかもなんか変なもん持ってるし、なんだボボンか。一旦引いてもいいか。多分おそらく守ってきますな、ここは。それかミルクロ見してくるかな。気合玉できますかな。あー足きましたな。火力が下がっても池玉も打ちたくなかったんですが、まあ、一応一発打ってもいい、対面では当たらない。はい、やれば一旦ヤルガルド、いや前のターンでよかったですね、こうやるなら。なんか謎のサイクル性になってますが、ちょっとこのボルタンクがミルクロミ持ってるせいでなかなか相手のサイクルが壊せないですな。ただこのサザンガード選手で壊せないとなるとなかなか厳しいものがあるので、でもあれか、これはミルタンクというよりかは相手のバンバドロを消耗させればいいゲームではありますな。我慢、なんだこの方やばい方っぽいですな。政権できますかな。我慢ってどんな技でしたかな。我慢している、で我慢が爆発するとやばいみたいな感じか。でもこれ我慢ってノーマル技じゃないんですかな。これたけしが使ってましたな、初代の時に。あ、結構入りますな。これ我慢が爆発しなければこれも落とせるんじゃないですかな。しかしとんでもない技解かれた。え、これタイプ何え、待って待って、これタイプ何ですかな。調べよ、待って、我慢のタイプノーマルだと思ったけど、なんだ我慢ポケモン、ノーマルって書いてありますな。なんだこれ、え、ゴーストにも当たる、何それ知らないんですがな。しかもなんか1世代と4世代ゴーストに当たって5世代は当たらなかった。なんかわけのわかんないポケモンですなこいつ。守る、はい、この守るなかなか鬱陶しいですな。まあ、気合いぶら当てれば吹き飛ばしそうだすな、回復されても。ここは気合いボール以外ありえない。ミルク飲まれても多分大丈夫だと思いますが。あ、これノーマルじゃないのかな、我慢って。いや、でもノーマルって書いてありますな、ウィキペディアには、ミルク飲み。でも流星群なんだけ入ったから、気合い玉は当てたら飛びそうな気がしますがな。気合いボール以外ありえない、当たらない。一旦違う技を打つか、悪の波動でも打っときますか、一旦守る、はい、まあ、そうですね、ここ守ってくると思ったんで、PP 温存のためって感じですな。悪の波動をで気合ボールでいいですなあと2しかないし、これまずいですな、交換とかされると。我慢、え、我慢って別になんか技耐えるとかじゃないと思うんですが、どうなんですかな。一撃以外ありえない、素晴らしい火力ですな。だいぶ苦戦させられましたが、なんとか突破しましたな。裏のポケモンたちには結構ヤザンドが刺さってるんじゃないですかな。バンバトロもおそらく D はそんな高くないので一撃な気がしますし、ポケデマル、こいつ鋼電気じゃなかったっけ。
なんか覚える技あんのか、ドラゴンに対して。じゃれつくとか、ダイモンジュッときますかな。まあ、ただバナーで多分勝てると思うので、ほっぺすりすぎ、あーなるほど、全然関係ないですなそれ。バナーが自信持ちなので、こいつ4倍でつけますからな。芸人ですかな、ヤザンドラさん。ここはダイヤモンド以外ありえませんぞ。なんか変な技持ってんのかな。ミサイルバリー、あ、なるほど、これ一応抜群で入りますな。悪天弱いけど、これヒット数次第では普通に殺されるか。5発でも耐えそうですね、ギリギリ。こう当てれば、当て動いて当てれば問題ない。 OK、 でも頑丈だった気がしますな、こいつ頑丈ですな。弾ダメで HP が減って、のでここは悪波でいいですかな。左は言ってきますな。まあ、これでヤザンドラ突破されちゃいましたが、ヤシギバラが残っているので問題ありませんぞ。多分ほっぺスリスリからバンバドロでワンチャン残してくるような動きだと思いますが、まあ、ここヤシギバラでいいですな。回復技なかった気がしますが、まあ、眠るとかがあるかもしれないので自信にしておきますかな。一応多分スリスリしてくると思いますがな、あれですな。でワンチャン取っていく形ですかな。ダメージ大したことないですな。ダメージ6ですな。で自信でトゲデマルは粉砕ですな。あとはバンバドロにリーフストーム連打で、まあ、直帰の場合だとどうなるのかな。C ブッパのリフストですからな、落ちそうな気がしますけどな。まあ、とりあえず打ってみますぞ。でバンバドロ、こいつ持ち物なんか直帰とかがとか鉢巻きなんですかな。持ち物いまいち分かりませんな。リーフストーム以外ありえない。自信、これ半分入んないと思うんですがな、不思議場の耐久ならですな。ここでバグっても一応チャンスがある。リーフストーム当てる、 OK、刺激以外ありえない。素晴らしい火力ですな。では対戦感謝以外ありえない。対戦相手の方が見つかりましたな。お相手のパーティーがメタグロス、シキバナ、ボングドラ、ボワイヤロー、ボカチュウはありえない。ボブリアスですな。なんかピカチュウ入ってますが、こういうの普通左上に置くもんじゃないんですかな。まあどうでもいいですな。どうしますかな。グロスが重たいっちゃ重たいので、ヤルガルドは必須か。ただボブリアスから来そうな気もしますな。ヤヤラドスから入ってでいいか。でヤルガルドラストですな。キングダラを考えるとヤシギバナが欲しいような気もしますが、ただヤシギを出すと、まあ、でもヤシギはありか。普通にヤヤラとヤルガルドでだいぶグロスは重く見えているので、そう考えるとヤシギはありと。あ、ただこれあれか、相手のバナが重たいといえば重たいのか。ただバナ来るかな、うちのヤーティーに。絶対に来ないとは言えないけど、ちょっと考えますな。いやでもこれでいいはず。ヤザードン出すのはありだけど、いやこれでいい。では対戦よろしくお願いしますぞ。同じポーズで、しかもなんかサングラスもかけてて、バレの分身みたいな感じですな。ただ相手のパーティーはどう見てもボーティーなので、導く以外ありえない。では対戦よろしくお願いしますぞ。何から来ますかな。ボブリアス、オッケーオッケー、これは悪くないですな。多分助けですかな、初手ってことは。死んでもいいような気がしますな。あの氷の牙読みのあいつキングドラとかはあると思っているので、あとは雷パンチ持ちのグロスとかあると思っているので、ここ地震でもいいでしょうな。ハチマキヤラなので地震に多分ボボ落ちるんですな。なので接触しなくても倒せるっていう点を考えて、地震の方が多分いいですな。ボブがあの助けじゃないんだったら別に氷の牙で一発で持っていけばいい話なんですが、初手ボブはまあ助けっぽいですな。最近なんか接触技食らう場面があんまなくて、
このややらからごつめ奪ったんですな。最近ボブも激に打ってこないので、エッジ、はい。急所、ありえない。いや、でもなんだ、8巻きとかかな。こだわってるか、エッジってことは。ここはや、やるガルド以外ありえないですな。では、1匹持っていくとしますかな。無限愛のいざないでいきますな。うわー、ちょっとこれきついですな。初手で、ヤイラが飛ばされたのは想定外ですぞ。キングドラー、はい。でもここキングドラか。この後ボル、いやー、ちょっと今回な、浮いてないのが多いから。IT ゾーンになりますが、ガルドを見たらサザンを警戒しなきゃいけないはずなので、ボブがなんかその自信を素直に打ってこないっていうプレイングに期待するしかないですな。これ相手依存になってしまいますが、初手で持って帰った以上仕方ないですな。これはキングドラを粉砕して、多分ボブリアスが来ますな。ボブなんかでもこだわってそうな気がしますな。ハチマキとかもワンチャンありそうっちゃありそうか。そう考えるとリザに積まれたらまずいってことで、素直に自信をしてこない可能性っていうのは十分にあるんですな。ていうかそれに期待するしかないですな。いや、ハチマキじゃなければ、いや、もうハチマキだよな、多分。ハチマキじゃなければワンチャンバノアトラスするってのもありなんですが。ちょ、相手ここで考えるか。ボブリアス、はい。ここは、メザコールでいきますな。キングシュートもある場面だから。相手は素直に自信打ってこない。剣舞とかでもいい。よし、激に落ちるか、ハチマキだった。タイロ、よし、これは、一応言ってた通り、相手の行動依存で、なんとかなりそうですな。ハチマキ、タスキか、これもしかして。タスキでもない、よーし。一撃以外ありえない。なんとかなるかもしれませんな。ラスト次第ではありますが。ポカチュウ。何してくるんですかな、こいつは。ポッカーシャドーボールいいですな、まあ、ラストがバナなのでボカチューごときには負けませんな。ボルテッカー見た目は可愛いんですがな、ボカチュー相手素直に自信打てばよかったって思いそうですな。ここでバナナ切るんで、まあ、ここ何言ってもボカチューと落ちるのでヘドロ爆弾でいいでしょうな。ここはヘドロ爆弾以外ありえない。初代対決ですな。ただヤシギバナの方が圧倒的に強いですぞ。導く以外ありえない、では対戦開始以外ありえない。対戦相手の肩が見つかりましたな。お相手のパーティーが、ギャラドス、ボーマンダー、カプクケコ、テッカグヤ、ボシャーモ、ランドロスということで、結構強そうなボーティーですな。ヤケモン候補生は多いんですが、ボシャーモが入ってる時点で、まあ、ボーティーですな。どうしますかな。初手ヤバコイルから入るのは危険ちゃ危険か。多分コケコだよな。初手ヤバコイルから入って試合を終わらせて、ヤバコイルから入る以外ありえないですな。でその場合初手のランドロスがめんどくさいので、ややらどうせここまでは確定ですな。ラストなんですが、ヤザードンはありか。うん、かぐやに強いし、ボシャーモにも弱くないってことを考えると、ヤザードンできますかな。これで行く以外ありえない。では対戦よろしくお願いしますぞ。相手のシャツ、我も持ってますな。何のポケモンなんすかな、あいつ。我も持ってるんですが、あれ。キャラクターがわかんないですな。初手多分、あいつ、バシャーモ、いや、バシャーモじゃない、コケコじゃないかなと思ってるんですが、どうですかな。おし、OK、読み通り。さあ、ここは技選択が重要な場面ですが、まあ、ラスカロンでいいですね。壁張りの可能性もあると思ってるので、こいつ
カビハリの場合はボルチェンでもいいんですが、ここはラスターカノンでいいですな。カビハリじゃない場合はラスカノンレンダーでいいので、ボルトチェンジ、これランドが直帰でない限りほぼほぼ持っていくので、アナライズメガネの火力思い知るがいいですな。馬車にはここ引けないはず。ランドロス OK、 読み通りですな。で威嚇が入りますな。でこれがメガネアナライズラスターカノンの火力ですと見るがいいですな。一撃以外ありえない素晴らしい火力ですな。でギャラドス、はい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 、これは問題ないな。ここはこっちもギャラドスを投げていきますわ。でラストがあの雷パンチ持ちのリザードンなので、だいぶ有利といえば有利ですな。やや投げていく、多分メガですな。リュウマイ、はい、これ多分引いてくることはないでしょうな。ただメガ進化してくるか分かりませんが、してきてもしなくても等倍で入るストーンエッジドアンテイスな。リュウマイ、そんなことをしてる余裕があるんですかな。いきますぞ、ハチマキストーンエッジ、よーし当てる。一撃以外ありえない。これがヤーティの強さですぞ。異教徒は導く以外ありえませんな。でラストがヤバコイルとヤザードン X なので、この勝負もらいましたな。相手何もしてませんからな今のところ。では対戦感謝以外ありえない。